皆様こんにちは。今回はちょっといつもと違うアングルなんですけど、春夏のコスメのスタメンをここに入れ替えていこうかなと思ってます。普段はコスメはここに結構棚がバーってあるんですけど、そこに入れていて、で春夏用とか秋冬用とかを結構いちいちこう探すのが大変で、なのでこのメイクボックス、前も紹介したんですけど、これに春夏用の色とか、あとあのベース系とかも春夏用にこっちに全部入れて、でここから選びやすいようにしていこうかなと思ってます。まあ結構毎シーズンやってるんですけど、それを今回は動画にしていこうと思います。なのでちょっと違うアングルなんですけど、はい、このちょっとあそこにスライムが、ちょっと私スライムが好きで、あの一人で勝手に作ってます。はい、これがあります。では紹介していきたいと思うんですけど、先につけてるリップはレブロンのカラーバーストラッカーバームの40番のオレンジをつけてます。これもめちゃくちゃ好きです。あの50番同様大好きで、そう、結構春夏めちゃくちゃ使ってます。では早速紹介していきたいと思うんですけど、まずこの中身なんですけど、もうすでにあのシングルシャドウが入ってます。っていうのもちょっと前までシングルアイシャドウ入れにも使ってて、そう、ちょっと入れ替えてなくて、こんな感じで、まあでも春夏に使いたい色しか入ってないです。こんな感じです。で今回はまあ全部バーって紹介して概要欄に名前を書くのはちょっと不可能に近いのでさささっと紹介します。色味とかを紹介します。まあ基準っていうか、春夏に使いたい色味の基準みたいな感じなんですけど、これがアンバーライト。まあ基本的に春夏はオレンジとかピンク、これめっちゃ可愛い、スタイリッシュリーメリーっていうあの限定のオレンジにもグリーンっぽくもなるシャドウとか、あとはそうですね、こういう、ま、オレンジのサスピシャリースイートとか、まあ、マックのアイシャドウは全部あの持ってるやつは紹介したので紹介はしないんですけど、そうオレンジ系とかここに入れてます。まあ、たまにブラック、これはアイラインとしても使えるので、これはあのどのシーズンでも使えます。そう、そういう感じにしているのと、あとピグメント、これ冬の限定で買ったピグメント、もう夏はイベントが冬よりも多いのと、あとまあどっか行くたびにバーベキューだったり、あの写真をすごい撮るので夏にたっぷり使います。写真映えすごくするので、そうグリッターめちゃくちゃ持ってます。この間買った、アーバン DK の青のグリッター、これオールコスメティックスウォールセールで買ったんですけど、これも楽しみ。そうカラーメイクもしたいなと思って、ちなみに今日わかりますか、ね、ここに青のラインを入れてますけど、これはフィジシャンズフォーミュラのここのアイシャドウをとブラシを濡らしてアイラインみたいにしてます。これとこれギラギラが本当にすごいので、春夏のスタメンに入れます。ここに入れます。下ここですね。でまあこっちの下の方はまあ無難なブラウン、韓国のやつな、これのコラボのやつとか、あとミラニのパウダーアイシャドウとか、これはブラックなので、まあ、割れちゃってるんですけど、これも持ってて、あと日本のプチプラだとこれエクセルのゴールドのラメ、これめちゃくちゃ綺麗、夏に本当にぴったり、これも入れます。あとはインテグレートの BR373 番とか、ロレアルのインファリブルのパウダーのアイシャドウ、これハワイで買ったんですけど春にいっぱい使いたいと思います。これもめっちゃ綺麗。あとはマジョマジョのこの2色、これ大好き、こっち大好きです。 GD822 番、そうこれもベースで使うのもすごい可愛い色です。と NARS のデュアルインテンシティアイシャドウのヒマリアっていうカラー、これは無難な色、ナチュラルメイクにすごいいいのでこれも入れます。あとフィジシャンズフォーミュラのこのアイシャドウ、これ色がつくって感じじゃなくて、ほんのりラメがのるって感じなので、これ私はベースに塗ってます。
はい、あとは視聴者の方にいただいたキコの、これもめちゃくちゃ綺麗なものとか、あとビビアだっけな、韓国のあのピグメントの結構オレンジ系、これは05番と新芽色にも使えるブラウン系とベースに使えるブラウンと、あとは上から重ねて綺麗なゴールド系を入れてます。割と深い赤とかも持ってるんですけど、それは省きました。ちょっと冬っぽかったので。で、こっちなんですけど、こっちは上はまあカラーポップが半分。で、マットなカラーとか、あとはこれはちょっとピンク系の、ピンクゴールド系のカラーとか、あとはブルー。これもカラーメイクしたいなと思って、ブルーとか、これもマット。これ大好きな、こう、ちょっと読み方わかんないんですけど、マット。マット系は基本的にスタメンに入れてます。それはどの季節でも同じなんですけど、マット系はとにかくクリースに入れて影を作れるので必ず入れてます。あとこのゲームフェイスっていうオレンジ、これめちゃくちゃ綺麗な。ほんと春っていうよりは夏にぴったりなこのカラー。これも大好き。そうで、ここあとはもう本当にピンク系とオレンジブラウン系が入ってます。あとブレイズっていうちょっとなんだろう、オレンジブラウンではなくゴールドブラウン系、ちょっとグリーンっぽさもある感じも入れてます。そうすると結構マンネリしないメイクっていうか、ちょっとキリッとしたメイクができるので、こういう色も1色2色置いてます、入れてます。で、ここは、Amazon で買ったグリッターなんですけど、西ロヤと11色ん ?11 色か。11色のグリッターで、これホワイトとか、ブルーとか、なんかすごい3色ぐらいラメが入ってるのとか、これもシルバーなんですけど、レッドとブルーが入ってるのとか、ブラックとか、まあこれピグメントじゃないので、しっかり、まあこれはあんま使わない。使うかな。フェスとかにいいですよね。今年フェス行く予定ないんですよね。去年の夏は石垣島の、なんだっけ、トロピカルなんとかフェスに行ったんですけど、石垣島。あとこういうグリーンとか。これめっちゃ確か安かった気がします。このセットで。ただしっかりなんだろう、クリーム系を塗ってからつけるとか、あとはブラシを濡らしてつけるとかしないと、ピグメントじゃないのでポロポロ落ちてきちゃうんですよ。だからちょっとこれは試行錯誤する新入りたちです。あとキャンメイクのグリッターパウダー、これもすごい可愛いですよね。そう、キラキラが大好きで、下は韓国のモノアイズっていうブランド、ブランドっていうか名前のコスメなんですけど、このシングルシャドウもこの無難なブラウン系と、あと結構ピンク、ビビット系のピンクの、もうピグメントに近いような色感じの発色するやつとか入れてます。ここも結構無難な色が多いかな、ブラウンとか。とこれはちょっとさっきのよりは薄ピンク、これまだ開けてないんですけど、ちょっと薄ピンクのやつ。そう、薄ピンクとかはね、あれですよね、春に使いたいので、今の時期たくさん使わないともうすぐ夏が来ちゃう。あとこのモロオレンジブラウンとか、なんかイエローっぽいオレンジっぽいカラーとかですね。そう、ピンク系とかブラウン系。あと NYX のこのクリスに使いたくて買ったあのマットの、これハワイで買いました。これも入ってるし、あとは NYX のさっきのよりちょっと濃いやつと、これもマットです。今のもマット。あとはちょっとラメの入ってるピンク。ピンク、そうですね、ピンク。シルバーっぽいピンクっぽいカラー。これも可愛い。これは確かビューティージョイントで買ったやつです。で、あとウィッチズポーチのピグメントが2色入ってます。01番と02番。これもちょっと色味違いますよね。02の方がオレンジっぽくて、こっちがゴールドっぽい。これは上に重ねると全然色はつかなくて、キラキラが足されるっていう感じなので、やっぱグリッター系はマストです。とエルフのラスティングアイシャドウ、このゴールド、これも綺麗です。すごく
とはこのビューティートリーツっていうのかな、このグリッター、これはグアムの妹がグアムのお土産で買ってきてくれたグリッターです。これも結構大粒で本当にあのフェスメイクとか良さそう。いやー、フェスに行きたくなってきましたね、やっぱり予定ないんですけどね、フェスに行きたいな。とまたミビアのピグメント、ゴールドとかオレンジとかシルバーとかちょっとピンクとかを入れてます。この奥もブラウンです。で下はメイクアップフォーエバーの、じゃあメイクアップレボリューションのシャドウ、これはホワイトっぽいカラーです。あとエンジェルハートっていうあのドンキにあるコスメのテラコッタブラウンっていうやつ、これも入れてます。危ない。あとビューティーピープルっていうピグメントの、これもブラウンとかちょっとピンクとかちょっとオレンジ系のカラーを入れてます。あとエルフのアイシャドウのブロンズドっていう、ブロンズドっていうカラーで、これパウダーなんですけど、これもキラキラしててすごい綺麗。ただちょっと今すごい待っちゃった感じですね。あとマリブのアイシャドウピンクと203番と205番、なんか結構似たような色味が多いんですけど、なんか肌にのせてみると全然色味が違ったりするので、そういろいろ入れてます。あとキャンメイクのジュエリーシャドウベールの02番とか、コスメデコルテのアイグロージェム BR380 番、やっぱ夏はよれやすいのでクリーム系の上にパウダーをのせるっていうのは結構マストですね。そうするのとしないのの発色のあの持ちも違うので、そう大事です。エルフのスマッチポットです。とビセアバのシングルシャドウ、これ結構視聴者の方に何色かいただいて、そう私持ってないのがすごい多くて、これもほぼほぼ入れてます。深い赤と緑以外はここに入れてます。あとこれマリブビューティーのシングルアイシャドウのピンク系とブラウン系をここに入れてます。これも安いのに結構発色良くて好きです。はい、で元々入ってたのはこんな感じです。では早速あと残りのところに入れていきたいと思います。このブルーのやつは、ブルーのアイシャドウはこれを使ってるんですけど、他のところの今日のアイシャドウはこのタルトのパレットを使ってます。これをこれとこれをクリスに入れて、あと上のオレンジをのせてるって感じにしてて、一気に夏っぽくメイクできるので、これはあの旅行にもこれ1個で十分な感じなので、これもスタメン入りです。あとはまたカラーメイクしたいので、ウェットエンワイルドのここのカラーがちょっとやっぱ夏にいいかなと思って、これも入れます。結構カラーメイク系をメインに入れます。と同じこれ、これもウェットエンワイルドのブルーもグリーンも入ってる、でもブラウンも入ってて、これも万能なやつ、これもいい。あとこれエチュードハウスのワンダーファンパークのアイシャドウ、これも可愛いですよね。しっかりクリースに入れられるマットなカラーもあるし、私の大好きなこのカラーもあるし、これも可愛いし、そうこれもすごいいい。とあとはこれイブサンローランのこれです。可愛いオレンジとピンクが入ってるやつ、これハワイで買ったんですけど、もう夏は完璧なパレットですよね、早く使いたい。とこのメイベリンのパレット、これ春にいいのでちょっと今の時期たっぷり使いたいと思います。であとはまあ使い切りたいっていうのも入れます一緒に。まずこれ、そうこのあのバターブロンザーが日本に上陸するみたいです、イエーイ。多分ロフトとかで売られるようになるのかな。前もフィジシャンズフォーミュラが上陸した時ロフトで買えたので、そうあとチークも登場するみたいで、あおどこ行った。そう最近これの出番少なかったと思うんですけど、っていうのもこんなになっちゃって、もうこの縁しかなくなっちゃって、でこう使ってたらあの外れちゃってとすごい使いづらくて出番少なかったんですけど、今日はこれで仕上げてます。わかんないか今日はこれで仕上げてます。やっぱりこれが一番好き、本当に毎年、うわ出ちゃった、毎年ベスコスに入れたいくらいブロンザーの中では一番好きです。この粉質のしっとりさとココナッツの香りが大好き。
逆にココナッツの香り苦手な方はちょっと苦手かもしれないんですけど、私はココナッツ大好きなのでこれ大好きです。でこのカラーがブロンザーっていうカラーで割れちゃったのでちょっとストックをもう開けました。新しく、はい、これも入れます。かわいい、ここ夏カラー、ちょっとこれを上にします。あと使い切りたいので言うと、エチュードハウスの BB プレシャスミネラル BB バーム、もうこれぐらいになっちゃったので早めに使い切んないとちょっと衛生的に怖いなと思って、これをちょっとスタメンでどんどん使っていきたいと思います。あとケイトの、シークレットスキンメーカーゼロ、てか最近まではちょっとその04番が濃くて全然合わなくなって03番を買ったんです。そしたらもうこの春の紫外線でちょっとまた日焼けをしたのか、03番じゃもう明るくなっちゃって、でもやっぱこのカバー力が好きなのでちょっとこれと濃いファンデーションを混ぜて使おうと思ってます。でこれは大好きなのでスタメン入りです。あとマックのパウダーと、これも使い切りたい、本当にあとちょっとしかない、あとちょっとしかないので使い切りたいのと、キャットボンディの大好きなパウダーもスタメンです。であと去年の崩れにくいメイク、夏のメイクでも紹介したレビューのウォータープルーフリークイードファンデーションのベージュ D、これ海行くときとかいいので、これも今年は沖縄2回行く予定があるので、そう、これもスタメンです。あとこのマックのアイシャドウ限定の、これもやっと出番が来た感じ。あとこれはまあ冬、秋冬も変わらず使ってるんですけど、まあちょっとずつ使い切りたいなと思ってるナースの304号番もスタメン入りです。あとこのエチュードハウスのプレイカラーアイズのこのオレンジ、これめっちゃ可愛くないですか、このカラーすっごい可愛い、ジュースバーってやつ、そう、これも新大久保で買ったんですけどスタメンに入れます。であとこの間動画で紹介したアレルバリア リープログラムのアレルバリアのシリーズ、これ本当に好き、この下地もすごい好きだし、ちょっと外行くときに紫外線気になるときにこの BB だけつけて行くこともあるので、この3本もスタメンです。やっぱ紫外線系は大事ですよね。そう、これもスタメンで、あと視聴者の方にいただいたエテュセのオイルブロックベース大人気のやつ、これ私自分で気になってたんですけど買ってなくて、去年送っていただいて最近すごく使ってます。でこれと似た感じで好きなのが、これもスタメンに入れます。これどこに入れよう、ここに入れよう、これイブサンローランのなんだっけ、ラディアントタッチブラー、これはハワイで買ったんですけど、こういうバームタイプ、ピンクのバームタイプになってて、これを取ってテカってる部分にのせるとマットになるってものなんですけど、ちょっとこの鼻先、まあ、ハイライトで一応ツヤにしてるんですけど、ここにのせてみますね。わかります？一瞬でこのツヤが消える、こことかもちょっとのせてみますね。わかります？私はハイライトで好きで入れたんですけど、これがもう全くなくなるやつで、私これお直しとして使ってるんですけど、まあ冬はそんなに使ってなくて、これもう夏場超大活躍です。私むしろ夏のお直しはティッシュとこれだけです。ちょっとティッシュオフしてから、まだそれでもテカってたらこれを今みたいに指でちょんちょんって重ねるだけですごい綺麗にテカリがなくなるってやつ、魔法のやつです。これはもうもちろんスタメン、そう、夏のスタメンです。であとベース系で言うと、これビセリシのコンシーリングベース、まあもうこれは使い切りたいってやつ、多分あと残量これぐらいしかないので使い切りたいコスメと、今ちょっと色合わなくなっちゃったローラメルシエのフローレスフュージョンウルトラロングウェアファンデーション、これ大好きです。これ去年の夏ぐらいから使い始めたんですけど、崩れ方も汚くないし、あとすごいカバー力もあるのに重い感じがしないので夏場にぴったりのもので、これもちょっと今より色が濃いので多分もう少し、本当にあと2週間ぐらいしたら色が合うぐらいになりそうなので、これもスタメンに入れます。ほんとこの吸収率の良さが本当にすごいんですよ、私の日焼けの、しっかり日焼け止めも塗ってるのに吸収してる感じです。あと
これも使い切りたいやつ、メイベリンフィットミーコンシーラー大好きなんですけど、あとちょっとしかなくて、またこれリピしようかなって考えてるぐらい好きなやつです。あとこれ RMK のクリーミーファンデーションの、これ104番なんですけど、今より濃くて濃い色なので、逆にこのクリームファンデーションを夏使うっていうのはまああんまりしないじゃないですか。どっちかというと秋冬に使うものなんですけど、そうちょっとこの104番っていうのが夏の時期の色なので、本当に春夏に使うしかないので、ちょっと春にいっぱい使いたいなと思ってます。あとこれ資生堂のベビーパウダー、これはもう私の動画を見てくださってる方はわかると思うんですけど、夏になるとフェイスパウダーはこれメインになります。全然崩れないパウダーです。それとローラメルシエのパウダーももちろん入れます。大好きです。あとハイライトは夏場はソフト&ジェントル、もう本当に健康的なツヤを出してくれるのでソフト&ジェントルがマスト。とあとこのローラメルシエキャンドルグローのこのフェイスパウダー、これもちょっと冬には濃かったので夏使います。ハイライトとしても使うし、私フェイスパウダーとしても目の下とかに入れるとツヤーンとして綺麗なので使ってます。あとこれキャンメイクの、これもう廃盤なんですけど、もうこんなに底見えしてて割と毎年使い切らないので、今年こそは使い切りたいシャドウ。ちょっとパウダー多いんですけど、メイベリンフィットミーのパウダーもめちゃくちゃ好きなので、これもスタメンです。乾燥しないので目の下に入れてます。でブロンザーはこれも好きで入れます。ディファイニングブロンジングパウダーデリケートっていうカラーと、まあマックのこのやつ出番来ました、早く使いたいのと、あとタッチインソルのこのマーガレットと、あとディオールのメタライザー、このオレンジブラウン系、このメタリック系な色も、こういう系もすごく映える時期ですよね夏で。チークも結構悩んだんですけど、こんなにあります、入らないかこれはミネラルブロンズグローっていうエトボスのやつ、クリームタイプ、これとマックのモダンマンダリン とミラニのルミノッソっていうカラーと、ウォームソール、マックのウォームソールっていうちょっとブラウンっぽいカラーとか、あとこれエクストラディメンションブラッシュのハッシュドトーンと、ナーズのクリームアイシャドウなんですけど海外から買ったやつ、あとコッパートーン、コッパートーンはもう毎回使って、今日もコッパートーンのせてます。ほんとすごいですよね、ここのテカリのなくなり方、サラサラです。そしてで、あとはルーセントマジッククッションブラッシュ、これも夏めちゃくちゃ好きです。まあ夏っていうか春かな。ちょっとこの質感がよれやすかったりするので、そう、春に使うのと、あとスタイル。と、大好きなキャンメイクの PW16 番。これを入れまーす。すんごい反射してるこれ。で、あと使い切りたいのまたこれ。あとはこれ、エクセルのスキニーリッチシャドウ SR05 番。これはもうそろそろ使い切りたい。私シャープナーはダイソーの使ってます、2個セットのやつ。そしてマスカラ系はもうウォータープルーフ一択です。私は春夏はなんせ汗をかくので。でこのケイトのラッシュマキシマイザーは割とこれを使うとほんと落ちにくくなるので合わせて使います。まあこれの時は1本なんですけど、ボリュームエクスプレスマグナムとリンメルのストームプルーフマスカラ、これなんか風にも雨にもいけるみたいな、台風の時もいけるみたいなやつで、去年私動画でこれをつけて確か水の中に顔を突っ込んだ動画を作ったと思うんですけど、本当に落ちないので海にはこれを持っていきます。はい、これと、あとファシオのマスカラベースももちろん入れます、大好き。このスーパーカールボリュームエクスプレス、これもウォータープルーフで大好きなので入れて、あとキャンメイクのクイックラッシュカーラー、これは使い切りたい、もうパッケージも全部消えちゃったぐらい使ってるので、これも使い切りたいのと、アイラインが、メイベリンのハイパーシャープライナー、これも割と落ちなくて大好きです。あとホリカホリカの、私の動画でいつも出てくるホリカホリカのペンシルもウォータープルーフでよくて、あとインラインにこのセフォラの
やつ、もうあとちょっとしかないのでこれも今年の夏使い切りたいなと思ってて、あとラブライナーのなんだっけベイビーブラウンみたいなカラーだった気がするんですけど、そうこれも大好きで、これも入れるのと、あとロレアルパリのこれあのコスメスワップでいただいたものでターコイズのカラーで、今日はシャドウで入れてるんですけど、ラインで引くと結構簡単に引けるのでこれもスタメンにします。あとはこれアネッサのパーフェクトアイブロウ、これアイブロウなんですけどリキッドタイプで落ちないってやつ、これも去年検証動画でやりました。これも使います。でこれだけだとちょっと薄い時があるので、これを塗ってからパウダーを塗ると割と落ちにくくなるので好きです。であとはこれも好きなのでスタメンにします。あと眉毛はこのコケットっていうカラー、マックの多分もう廃盤みたいなんですけどコケットっていうカラーと、あとはセザンヌのこのパウダーアイブロウ、まあ私眉毛がすごい自眉がすごく生えてるので、まあ落ちても別に大丈夫なので、そうあんまりウォータープルーフ系とかは気にしてない。あとアーバンディケイのこのガイドオンアイペンシルのちょっとグリーン、ダークグリーンみたいなカーキみたいな色なんですけど、これをここの目の下のインラインに引くとすごいなんかあの凝ったメイクに見えるというか、これをインラインに引くだけで凝ったメイクに見えるのですごく好きで最近使っています。あとマックのこの限定のハイライト、もうもったいなかったんですけど、もう最近はすごく使ってます。これも引き続き使っていきます。でビューラーはもちろん資生堂のを入れます。あとこれですね、チークメディアのオレンジと、マックのラスタードロップスっていうサンラッシュっていうリキッドの、ハイライトなんですけど、ブロンズゴールドみたいな感じのカラーなんですけど、ここの高い位置にこう乗せると日焼け肌の人とかにはすっごい可愛いヘルシーな感じのメイクに仕上がるので、これも入れます。あとローラメルシエの、インディスクレーション、フェイスイルミネーターのインディスクレーションもゴールドっぽいカラーで、これも入れます。結構パンパンになっちゃった。はい、基本的なのはこんな感じかな。まあ、下地はあのDプログラムのやつが基本的に私は夏は使おうと思ってます。っていうのも日焼け止めを顔に塗ってすっごいこのフェイスラインがボッコボコに荒れちゃったので、石垣島で、なのでその肌に優しい日焼け止めをこれは使うのと、あとメディアの UV プロテクトベースも SPF37PA2 プラス入ってるのでこれも入れるのと、あとミムラスムーススキンカバーもSPF20 入ってるのでこれも使います。ちょっと毛穴目立つなっていう日はこれを使います。エルフのとかの方が毛穴隠す力は強いんですけど、あとイブサンローランのとかだけど SPF っていうか紫外線対策ができないっていうか入ってないので、そう、そこがね難点なんですよね。だからこのスムーススキンは日焼け止めも入ってるし毛穴も隠してくれるっていうので、夏春夏はこれがランクインしてます。はい、こんな感じで基本的なやつは終わりです。ていうか私リップ入れようと思ったんですけど入らない、もう入らないのでこんな感じです。このやつはリップはちょっと別の箱に入れよう。そう、私が春夏スタメンに入れたいのはこれ、結構多いんですけど、ミラニのめちゃくちゃオレンジとか、ロレアルのやつオレンジとか、あとエチュードハウスのディアダーリンティント、あとね NYX のハイボルテージリップスティックのビビットオレンジと、これ視聴者の方にいただいたラデュレのリップグロスオレンジ、これ重ねるとミルキーオレンジっぽくなってすごい可愛いんですよ。あとセザンヌのジェルグロス、リメルのアポカリプスリップラッカーの004番、レブロのカラーバーストマットバーム40番と、ラッカーバームも40番、レブロン大好き。あとマックのレトロマットリキッドリップカラーレッドジェイドっていうカラー、これ赤だけじゃなくてちょっとピンクっぽい色も入ってるのでこれも好き。あとマック系がやっぱ多いですね夏は。私の動画昔から見てくださってる方は分かると思うんですけど、春夏の私のコーラルカラーをつける時期に来たのでそれが多いです。
これがダズンカーネーションズカラーと、あとこれが寿司キッス、少ない、寿司キッスっていうカラー、あとはこれはコックニーっていうカラー、コックニーっていうカラーとサイゴンサマー、可愛いですよねこのビビッドなオレンジ。あとはコーラルブリス、もうない、コーラルブリス、しかもこれ2本目です、2本目使い切り。本当は日本が春夏つけたいんですけど、日本もう使い切っちゃったんですよね。これレディーデンジャー、めちゃくちゃ可愛い、去年も夏愛用してました。あとフラミンゴ、フラミンゴもあとちょっとしかない。はい、こんな感じと、まあこのエクセルのビビッドの赤のやつとか、ビセのオレンジのグラデーションのやつのオレンジとか、フローフシの38度のやつのプラス5度と、これがなんだっけ、ガッタダッシュ、マックのガッタダッシュと、あとマックのベアハグ、ベアハグもすごい可愛いから、でこれはスタイルサージ、これはピンクっぽいカラーですね。あとディオールのグロス、アディクトグロス556番と、レブロンの740番、これの740番と、ナーズのベルベットリップなんとかの赤、これも結構ビビッドな赤なので春夏でも使える赤です。あとイブサンローランの14番、このオレンジもめちゃくちゃ可愛い、もうこの匂いが本当に夏来たって感じでめっちゃ好きなんですよ、毎回言うんですけど。はい、こんな感じで私の春夏の、スタメンコスメを入れ替えました。もうスタメンコスメって言ってもめちゃくちゃ量があったと思うんですけど、本当にすぐ春夏に使いたいと思ってこの棚から選んだものなので、絶対この暖かくなってきてから出番がめちゃくちゃ増えると思うし、旅行に行く時とかのメイクポーチもこの中から絶対選ぶことになると思います。まあ他のコスメたちももちろん使っていきます。たまにすごい赤メイクがしたくなったり春夏でもするので、そういう時はその他のコスメを使ったりするんですけど、いつもこの中から選ぶことが多くなるっていう春夏のスタメンコスメでした。まあ崩れにくいっていうのもそうだし、SPF が入ってるか入ってないかとかで選ぶ基準になってます。で、リップはもうほとんどオレンジ。今日もそうなんですけど、オレンジとかコーラル系とか、赤は赤でも深みが一切ない明るめの赤を、春夏はめちゃくちゃ使います。なのでこんな感じになってます。はい、今回の動画もすっごい長くなっちゃったと思うんですけど、皆さんの春夏コスメのこの選別とか、こういうボックスに入れる時の参考というか、一緒にコスメ整理をしていただけたらと思います。長い時間最後まで見てくださってありがとうございます。ではバイバーイ。ちょっと腰が痛くなって、LINE で引くのもすごく